シェリーのお風呂場。さあ前回は月経困難症っていう病気の話をたっぷりしたんですけれども、その対処法としては体を温めたりとか漢方を飲んだりとか痛み止めを飲んだりっていろいろありますけども、そのいい対処法の一つとして低用量ピルの話を今日はいろいろとしていきたいと思います。やっぱりね、低用量ピル興味あるんだけど、すごいみんな太るって言うし、結局頭痛くなったりとか辛いことの方が多いんじゃないのって思う人は結構いるんですよね。なんとなくずっと薬飲むのが怖いから、私はこういうものにしとこう、こういうことで我慢しとこうみたいな人って本当にたくさんいるんだけれども、前回お話ししたように月経困難症っていうのはすごい一般的な病気で、今日はその低用量ピルの飲んでいるとこんなことにいいよ、こんなことに効くよっていう話と、やっぱりお薬なのでこんなリスクがあるよっていう話をいろいろしていきたいと思います。さあその低用量ピルってそもそもどんな薬なのっていう話から説明しますけども、エストロゲンとプロゲステロンっていう2つのこの女性ホルモンが入った薬なんですね。低用量ピルっていうのはエストロゲンっていう女性ホルモンの量がすごく少なく入っているものを言います。目的別に2タイプあります、低用量ピルっていうのは。1つは避妊効果のある経口避妊薬、これは妊娠をしないために女性が使うお薬です。避妊目的がこの経口避妊薬。もう一つ、これはですね、月経困難症とかあと子宮内膜症がある人もいますよね。そういう人のいろんな痛みの治療に使われる低用量ピルっていうのがあって、これは保険適用もあったりして本当に治療目的の低用量ピルなんです。シェリーのお風呂場で、この2つあるっていうところから、そんな中でまずやっぱり効果っていうのが、避妊目的の方で言うと正しく飲めばほぼ 100% に近い避妊効果が期待できるんです。なので、まあ、これには例えば毎日同じ時間に飲むとか飲み方っていうのはもちろんあるんですけども、これをしっかり守れば薬としてはほぼ 100%。 もう一つ、やっぱりその避妊を女性がコントロールできるっていう意味でもすごく意味のあるお薬、やっぱりこうコンドームを彼がしてくれるかどうかっていうことだけじゃなくて、自分で自分の体をしっかりコントロールできるお薬というのがこの避妊薬ですね。この月経困難症と子宮内膜症の痛みを緩和するための、まあ、治療薬なんですけど、まあ、この辺はね、本当に自分が生理を考える時間がぐっと減る、生理のことで悩まされる時間と時期がすごく減るっていう、なんかみんなで何かをするとか、じゃあこの時期はちょっとゆっくり過ごそうかなとか、そういうことがスケジュールを立てやすいっていうのがすごく私は利点だなと思います。ただみんなやっぱり気になってるのって副作用の方だよね。なんでだろうね、副作用って怖いよね。お薬だからもちろん副作用あります。例えば吐き気、あとはお腹が痛くなる、下腹部の痛み、あと頭痛、あと血栓症っていうのもあります。あと胸が張るっていうのもあるのかな。こういう副作用はあるんですけれども、ただしこれは皆さん注意してほしいのは、ピルを飲んでるとずっとこの副作用が続くんじゃなくて、ほとんどの場合は飲み始めて1ヶ月から3ヶ月ぐらいでなくなる、または軽減されます。例えば私もすごく覚えてるんですけど、18でピルを飲み出した時に1ヶ月半ずっと吐き気があったんですよ。やだ、そんな1ヶ月半も吐き気があるのってすごい思うと思うんだけど、私はその時のお医者さんにこういう副作用があるから、でもとりあえず3ヶ月は飲んでみてって言われたので、いろんな副作用が3ヶ月以上続いたらちょっともう一回来てもらって、別の種類があるからって。ピルもすごくいっぱい種類があるので、自分に合うものに出会えるとそれをずっと飲み続けられるので、それまでいろんなのを飲むっていうのもすごくいいかなと私は思います。ピルの種類を変えて、その時もやっぱりちょっと不調が最初1ヶ月2ヶ月ぐらいかなあって、でも前回も治ったっていう自分の実体験があったから、今回も多分なくなるなと思ってたら、案の定やっぱり3ヶ月ぐらい経ったらもう全然そういう不調はなくなったので、飲み始めて調子が悪いとか、なんかこれやっぱりダメだってすぐに思わずに、ちょっと長めに気長に飲んでみてもいいかなって私は思います。でお医者さんと相談しながらね。あともう一つ、服用できないっていうケースがあって、これは35歳以上の人で、なおかつ1日タバコ15本以上吸ってる人はピルは飲めないっていうことになってます。これはやっぱり血栓症のリスクがちょっと上がったりとか、そういうこともあるので、お医者さんに相談すると
ると飲まない方がいいですって言われることがあります。服用できないケースっていうのもいろいろあるので、それはもう皆さんそれぞれ産婦人科の先生に相談して自分に一番合ったものをおすすめしてもらうのがいいのかなと思います。なんでこんなにねいろんな薬がある中で、私が思うのは低用量ピルに対する偏見、なんか怖いな、なんか副作用がすごいんでしょっていうイメージがなんでこんなに強いんだろうと思って、ピルの話をすると大体ほとんどの子がみんなまずやっぱり副作用の話をするので、なんでだろうなんでだろうと思って調べました。そしたらちゃんと原因があったの。ピルは親世代ぐらいとかそれ以上の大人の人たちにとってやっぱりすごくピルは怖いっていう印象が強いんですよね。でそれには理由があって、実は日本ってねピルがお薬として OK ってなって認証されるまでに30年以上もかかったの。What?30年かかる薬があるのって思うじゃない。これにはすごく大きな理由があって、実は当時ねこのピルに対してのネガキャンがすごかったの。なんでかっていうと当時は避妊薬だっていうイメージばっかり強くて、その避妊薬としてこういうものをあんまり普及しちゃうと女性の性行動が乱れる。何ですか女性の性行動が乱れる、正しい性行動って何ですか。本当に最近もね緊急避妊薬の話で同じようなこと言ってた人いましたけど、こういうこと言ったりとか、出生率の低下、子供産まなくなるんじゃないかとか、労働人口が減少するみたいな懸念があったみたいで、大人世代の人たちはなんかピルって大丈夫って思われる方が多い。ピルもずっと同じものが出てるかっていうと、ピルもものすごい進化してるの。低用量ピルっていうのが1999年から日本で発売されて、それでまあこのエストロゲンがすごく少なくなったわけね。でそこから低用量ピルっていうのが出て、さらに実は2010年ぐらいからこのエストロゲンをさらに少なくして超低用量ピルっていうのが発売されて、この一錠中のエストロゲンの量がものすごく少ないおかげで長期的に飲み続けても女性の体への負担が少ない。とにかくやっぱり生理の回数が減るとたまに来る生理がものすごいめんどくさく感じる。これ私月に1回やってたのって思うぐらい、やっぱないと本当になんかのびのびずっとこう楽しく生活できるし、私はなんかこうすごく楽になったんですよね。だから今まで生理のことを考える時間がこんなにあったのが、低用量ピルによってこんなになって、超低用量ピルによってこんなになっちゃったの。ぜひねアヒルちゃんたちには自分のお医者さんと相談して何が一番いいかっていうのをね話し合ってほしいなって思うんですけども、ピルを飲むかどうかは本人の意思、自分が飲みたかったらもちろん飲めばいいし、飲みたくない人に無理強いするものではありません。つまりパートナーがすごい月経困難症で苦しんでるとか、そういう人に対してパートナーがピル飲みないよ飲んだ方がいいよってあんまりお勧めするのもなんか良くないかなって私は思うし、もっと言うとピル飲んでるからってじゃあガンガンエッチできるじゃんっていうことじゃございません。ビブ、もうアヒルちゃんたちは分かってるよね。そんなこと言わないよね。しっかりコンドームを使うっていうのが、一番より安全なセックスを楽しむ方法にはいいのかなと思います。いろいろ心配でとにかく安全にセックスがしたいっていう人はピルとコンドームのダブルブロック、何度も言うけど自分で決めることなので、お薬だからね、彼氏が彼女に飲んで飲んで飲んでっていうものではありませんね。もちろん楽になってほしいからそういうのもあるよっていうのはいいかもしれないけど、飲むかどうかは本人次第なので、そこはやたらめったらプッシュするようなことはしない方がいいかなと私は思います。動画で2本にわたってこの低用量ピルの良さとか月経困難症っていう病気を紹介しましたけれども、とにかくね生理は我慢しなきゃいけないもの、もう辛くて当たり前っていうふうに思ってる人がいるんだったらば、ぜひねこの動画でそんなことないんだよって、しっかり治療する病気なんだよっていうことを、月経困難症はね病気なんだよっていうことをなんか皆さんに知ってもらえたら嬉しいです。あとは低用量ピルの情報をアップデートしてね、本当に今はこういう風に作られているということが皆さんに伝われば嬉しいです。ということで以上シェリのお風呂場でした。次回またお会いしましょう。